では予定の時刻となりましたので、ただいまから定例記者会見を始めたいと思います。30分間、16時までの予定ですので、円滑な進行にご協力をお願いしたいと思います。まずはじめに資料の確認をさせていただきます。お手元の資料をご覧ください。1枚目の次第と、本日の次第の資料となります。資料1の1、資料1の2、資料1の3がそれぞれ一部です。情報提供資料としまして、資料2の1、資料2の2が一部ずつ。参考資料として、資料3、7月の主な行事予定と広報公開7月号が一部ずつ添付してございます。よろしいでしょうか。はい。ではまず、市長からご挨拶させていただき、続けて資料の説明をさせていただきます。質問は後でまとめてお受けいたしますので、ご協力をお願いいたします。それでは市長、お願いします。はい、それでは始めさせていただきます。今日は静岡県が全国で一番気温が高くなるぐらいだそうで、さっき同方無線でも高温注意情報を流させていただきましたけれども、暑い中ありがとうございます。それで、資料の説明に入る前に一つ、やっぱり今は新型コロナウイルス対策、もちろん感染予防を続けていくということと、経済対策ですね、これの経済活動の両立を図らないといけないということで、後ほども資料と情報のですね、紹介させていただきますけれども、その前に、今ちょうどどこの自治体もというか全国一律の10万円のですね、特別定額給付金の担当の方からですね、非常に湖西市の今状況がいい数字もあったんで、冒頭でご紹介させていただきます。今日6月15日現在の数字ですけれども、もともとの対象世帯がですね、4月27日現在でしたか、対象世帯は湖西市内が24,644、24644世帯が対象となってまして、その中で今日時点でですね、世帯数でいうと21,562、21562世帯から申請を受理をさせていただいております。だいたい全世帯中のこれで 88% ぐらいになるんですけれども、その申請受理中で振り込み、いわゆる給付を完了したのがですね、今日現在で 18,595 18595世帯ということで、申請の受理件数に対しては約 86% の支払いが完了、給付が完了ですね。全世帯からしても約 75% ということで、田島町とかそこの比較はまだ当然できてませんけれども、相当これをですね、申請が始まってからオンラインだとか早期特別も含めて、あとは郵送でですね、今やっていただいてますけれども、担当部局、企画の職員を中心に担当部局や市役所内全部ですね、応援職員をいただいたということ、もちろん時間外とか休日も返上していただいた方々もいらっしゃいますし、またですね、これは湖西市役所だけではなくって、いわゆる指定金融機関とかの金融機関のご協力もあってですね、例えば、通常のサイクルでいくと週に1回とか2回の振り込みだったりするわけですけれども、湖西市においては毎日振り込み、いわゆる給付をですね、毎日していただいているということで、これが相当早期の給付につながっているというふうに考えています。多い時には1日3000件以上をですね、給付させていただいた、振り込ませていただいたという件もありましたので、こういった職員の皆さんだとか金融機関も含めて関係者の皆さんの頑張りによって、現時点でだいたい全世帯の 75%、 申請数でいうと 86% ぐらい支払いができたということなのでですね、もちろんまだ申請されてない方々もいらっしゃるかとは思いますけれども、極力早期にですね、国の施策ではありますけれども、住民の皆さんにお届けできるようにと、もちろんその個人的には国の事業であれば市町村にこういった早い遅いが生じないような形で全国一律に開始日を決めるとか給付日を決めるのが理想かとは思いますけれども、こういった緊急事態の中ですので極力早期に市民の皆さん、国民の皆さんにですね、給付が完了するように引き続き事務を進めていきたいというふうに考えております。後でまたご質問等はお受けさせていただきますので、では資料の説明に入らせていただきます。1枚おめくりいただくと、1番目がこれも新型コロナウイルスの感染拡大防止と経済対策、経済支援の強化ということで3点ほどですね。やはり今日時点でおかげさまで現時点で湖西市内での感染は陽性者
感染者確認はされておりません。ただやはり緩んではいけなくて、今東京でもですね、感染者数が増えたりもしてますので、そこはしっかりと感染予防と経済活動の地域の活性、地域経済の活性化ということを続けていくということで、3点、これは補正予算も含めて説明をさせていただきます。1点目が避難所等における感染予防の物品の備蓄ということで、だいたいこれ事業費を400万円ぐらい補正予算で考えております。中身はここに書いてある通り、やはりこれから台風シーズンに入っていくということと、当然まあ地震だとかそういった自然災害はいつ起こってもおかしくありませんので、万が一の事態に備えて、いわゆるパーテーションですね、ちょっとこれはすいません、全部には間に合ってないかもしれませんけれども、こういった段ボール、いわゆるだいたい145センチくらいの高さがありますので、まあ立って見回ったら少しいい頭が見えるかなっていうぐらいなんですけれども、こういったもので基本的には飛沫防止とプライバシーの確保と両面からということで、市内の15箇所の避難所にですね、今回の補正予算で手当てをしたいというふうに考えております。またそれ以外にも体温計ですね、避難所に来られた方々の体温を測ったりだとか、アルコール消毒、まあ、基本的には極力ご自身でですね、こういった備蓄も含めてお持ちいただければと思いますけれども、こういったものをですね、今回補正予算で購入をして、台風シーズンですとか自然災害に備えたいというふうに考えています。もう1点、2点目がですね、経済活動支援としての水道の基本料金の免除ということで、これは事業費だいたい総額で約1億円を予定してますけれども、2つに分かれてまして、やはり市民の皆さんにもですね、いろんな外出自粛だとか我慢をしていただいているということもありますし、特にものづくりの街ということで製造業が多いということもあります。これは商工会のですね、特に製造業を中心とする工業部会の皆さんからもご要望があって、やはり給付金もありがたいんだけれども、固定費ですね、さまざま、税だとかそういうものももちろんですけれども、光熱水費のような固定費の減免をしていただきたいというような要望も多くありましたので、そのご要望を受けて、1番目は丸1にある通り、市民皆さん、市内すべての使用者の方々に対して水道基本料金を2ヶ月間免除させていただくと、基本的には8月からの請求分の予定ですけれども、その2ヶ月間を免除させていただく。で、2点目が市内の事業者さん、これは製造業に限らず、事業として営んでいる方々全員を対象にさせていただいて、そこから申し込みをいただいた方々が2ヶ月プラス4ヶ月間延長をさせていただいて、トータル6ヶ月間ですね、水道の基本料金を免除をさせていただくということで、これを合わせてですね、だいたい事業費1億円の予定でおります。基本的に水道使用料はですね、やはり使用に応じていただくことにはなりますけれども、やはり固定費がですね、どうしても、この後もそうですけれども、光熱水費等々製造業を含め事業を行っている方々にはかかってきますので、そういったことの少しでもご採取としてできることは何かということを商工会など事業者の皆さんと相談した結果でですね、市民の皆さん全体と、そこから申し込み方式で事業をされている方4ヶ月間延長して6ヶ月間の水道基本料金の免除ということを行わせていただきます。3番目、裏面になりますけれども、今度はこれはですね、飲食業をはじめとする第三次産業の皆さんを中心に、やはり消費喚起、消費の V 字回復を目指してということで、プレミアム付きの商品券の発行をさせていただきます。これも事業費でいうと大体7000万円程度を予定しております。で、概要はですね、現時点で商工会とも調整中ですので多少変わってくるかもしれませんけれども、いわゆる一般枠と子育て世代の特別枠という2つの種類を発行させていただいて、一般に関しましては5000円分を購入いただければ5000円プレミアムがついて、トータル5000円で1万円分のお買い物ができるというのが1つで、子育て世帯、いわゆる18歳までですねのお子さんがいらっしゃる、これ世帯ごとに予定してますので、子育て世帯の方々に関しましては自己負担が5000円で7000円のプレミアム、2000円がですね一般から上乗せされて、5000円分購入したら1万2000円分市内で使えるということを現時点では予定をしております。で、これは世帯ごとですので、1世帯ごとにお申し込みをいただいて、そこから
トータル1万セットを販売させていただく予定です。もちろんそのどれぐらいの方がですね申し込まれるかは分かりませんので、万が一というか今後これが多くなった場合にはですね追加発行も含めて検討していきたいというふうに思っております。これから商工会と販売方法も含めてですね詳細は詰めていって、だいたい申請を8月の下旬ぐらいからで、利用が9月ぐらいからですね、年末年始だとかその年末年始の消費につなげていったらなというふうに思っております。この辺はまた追加情報等々ですね、日程が決まりましたらご紹介をさせていただきますけれども、何よりもそろそろこれで、10万円とか特別定額給付等々が届いたり、さらにはこれからこういった消費を拡大していこう、例えば今国とかでもですね GoTo キャンペーンとかさまざまな観光とか旅行とかを含めて第三次産業を含めた消費の環境を図っていこうというところですので、やはりこれは市内の消費も拡大するということで、小冊子としてプレミアム商品券を販売させていただきたいと、商工会と連携してやっていくということ でこれもまだ調整中ではありますけれども、この、1万円か1万2000円の買い物分のうち、ある一定額は市内に本社がある、いわゆる個人商店とかそういったところで、ある一定の枠としては例えば市内以外に本社がある、例えば爽やかさんだとか京林堂さんだとかそういったところでも使えるものとですね、市内の本社機能があるお店と2つ分けてですね、使えるような形で考えていますので、だいたい一般枠と子育て特別枠と今の市内の中で使える枠と市内の以外に本社があるお店で使える枠ということで今制度設計を考えております。これも明日ですね市議会で、市議会がありますので補正予算で、約7000万のですね補正予算を提案させていただくということになっております。今回はこの3つでですね、それでこれはちょっとまだ案段階なのであれですけども、こういったチラシをですね用意させていただいてまして、これは明日の補正予算が通った後にいわゆる新聞折り込み広告でですね、早ければ今週末ぐらいに折り込ませていただきたいというふうに思ってまして、今まで例えばもちろんホームページですとか広報・広裁等々でも広告はさせていただいてるんですけれども、もちろんそれを読んでおられる方ばかりではありませんので、例えばこういった形でですね新聞折り込みでだいたい今市内での発行が1万6000ぐらいというふうに聞いてますけれども、これを例えば左側にはですねどういった方々、売上が減少しましたとかですね、子育てをしている方とかっていうのがあって、で市としてどういう支援策がありますよ、今申し上げたプレミアム商品券発行しますよとか、水道の基本料金を免除しますよとか、前に紹介させていただいた、上限が10万円の飛沫感染防止のエールサポート補助金がありますよとか、上限が15万円のエール給付金がありますよとか、そういったものが一覧になっていて、どういった方々がどういった支援を受けられるか、これは今国の方でもやっておられるような二次補正でやられた家賃補助なんかも入って、市と県と国のものが一覧になってですね見られるような形で分かりやすく極力市民の皆さんにお手元に届けたいというふうに思ってますので、まだ内容は明日の補正予算が通ってから詰めた上で早急に新聞の販売店さんに持ち込んで、できれば今週末に土曜日とかにですね市民の皆さんのお手元に届いて、そこから自分はどういうところでどういうところに相談すればこういうものが支援が受けられるかということを分かりやすくお伝えしたいなというふうに考えています。またここにはありませんけれども、前も少しお話ししたかもしれませんが、今湖西市の医師会さんと湖西病院と湖西市の3社でですねいわゆる地域外来というか PCR のいわゆる検査センターですねの立ち上げの準備を進めていただいております。これもやはりドクターがいていただくことが必要だとか、ドクター以外の方もそうですけれども、検査体制を図るということが必要ですし、もちろん県との委託を結ばなければいけませんので、そういったものを整えてなんとか今月か来月ぐらいにはですね立ち上げられたらいいなというのもありますし、当然これから第2波に備えてといいますか、もちろん秋冬に備えてということも言われます。なのでこういった市内でもですね PCR 検査が受けられるようにということと、当然それに合わせてですねまだまだ経済的な対策とか医療福祉的な対策も必要になってきますので、
今まだすぐにというわけではありませんけれども、そのための基金みたいなものを設けてですね、他の自治体とかでも例があるようですけれども、ふるさと納税だとか市民の皆さんも含めたクラウドファンディングみたいな形で、そういった医療従事者だとか、あとは学校現場でもまだ消毒液が足りないとかいうことがありますので、こういった新型コロナ対策を引き続き行っていくための基金という形でですね、そこに一つ基金を設けてクラウドファンディングみたいな形にして、医療従事者、今の PCR 検査センターの費用の一助にしようとか、そういうことを今進めてますので、これはまた改めてですね、固まったら発表させていただければというふうに思っております。新型コロナ関連に関しましてはとりあえず以上とさせていただいて、資料 1-2、 これはフラワーアレンジコンテスト、ゴールデンウィーク中にですね、行っていただきました。やはり外出自粛等々の中でですね、少しでも楽しんでいただこうということで、合計ここに書いてある通り応募総数は静止画で164、動画も2件いただきました。で、この湖西市農業振興協議会さんを中心にですね、審査をいただきまして、トータルで入賞作品14作品入賞が決まりました。別紙の方にですね、皆さんのお手元にもこういった入賞がカラーでご紹介されていようかというふうに思います。これでまた受賞式を6月の23日に行いますので、ぜひお時間のある方はお越しいただきたいと思っておりますけれども、この中でやはり応募の方とか受賞の方とか審査の方なんかがですね、おっしゃっていたのは、やはり、花の力で癒されたということだとか、やはりそれが自粛期間中でもですね、やはり花で気持ちが明るくなったというようなですね、お花の効果をすごくですね、応募の時だとか審査の時僕も聞きましたですし、そういった家族の時間だとかですね、ここにもあります通り子どもたちの笑顔だとか家族の笑顔だとか、そういったものがすごくこのフラワーアレンジコンテスト、フラワーアレンジはもちろんですけれども、そういった花の効果、また家族で癒されたというお声も聞きましたので、そういった効果がすごく大きかったのかなというふうに思っていますし、またやはり小だまりをはじめとしてですね、こういった湖西市内でたくさんのお花が生産されているということですので、何らか継続的にですね、花の町でかつ湖西を PR したりだとか、やはり市民の皆さんの心が癒されるようなこういった催しはですね、続けていけたらというふうに考えております。商品の一覧等も後ろに書いてありますし、1等2等を決めるわけではなくって、この商品を出してくださった皆さんがご自身で選んでいただいて、それをこの授賞式で伝達をさせていただく予定でおります。続きまして 1-3 ですね。これは前も行った LINE のですね、今湖西市の情報を週に1回ぐらい LINE でお届けさせていただいてますけれども、今回は、10回目のプレゼント企画というふうになります。で、 LINE アンケートに答えて、浜名湖うなぎをゲットというふうに書かせていただきましたけれども、ちょうど1年前もですね、土用の丑の日に向けてプレゼント企画をさせていただいて、約3000人近くぐらいですね、この LINE の登録が増えたということもありました。今回はですね、LINE に登録するだけではなくって、今の登録されている方も含めてアンケートに答えていただいた方にですね、抽選で浜名湖うなぎをプレゼントさせていただくという計画になっておりまして、ここの概要にある通り7月3日ですね、この時に抽選の参加方法として友達になっていただいて、そこで配信をされたアンケート、例えば登録された方の属性だとか、この LINE の湖西市からの LINE でですね、どんな情報が欲しいか、イベント情報だとか観光情報だとか、新型コロナの情報かもしれませんし、そういったどんな情報が欲しいかということを基本的にはアンケートで答えていただいた方に抽選に参加していただいて、10名の方にですね、浜名湖うなぎをプレゼントさせていただきます。今回は受け取りのところはですね、7月3日から19日という期間を設定させていただいて、新井の関所の前にあります山平さんでですね、この引き換えのクーポンを提示いただいて引き換えていただくと。で、去年も同様にですね、極力湖西市に遊びに来たりだとか、湖西市を知ってもらってお越しいただきたいという観点から、基本的には郵送ではなくって、山平さんにお越しいただいて、湖西市にお越しいただいて、引き換えさせていただくという方式を取らせていただく予定です。もちろんその今後ですね、新型コロナの感染状況等でですね、今のところ県またぎと言われるような都道府県間だとか広域の移動が緩和される方向にはあると聞いてますけれども、状況が
変化した場合にはですね、例えば遠方の方々に関しましては郵送させていただくとか、その辺はちょっとこの7月の状況を見てですね、臨機応変に対応させていただきたいというふうに思っております。そもそもこれは湖西市のやはり観光情報とかイベント情報、また湖西市のことを知っていただきたいと、例えばふるさと納税をした方もですね、これを継続的に情報発信することでですね、もう一度やってみようとか遊びに来てみようということをですね、継続的に発信していきたいというふうに思っておりますので、ぜひ多くの方々に登録いただければというふうに思っております。こちらからの発表は以上で、情報提供したとしてですね、一つは大塚製薬さんとの連携協定、これが6月26日に締結いたしますというのが1点と、もう一つ資料の 2-2 でですね、これはやや新型コロナにもこれ絡みますけれども、市内の体育施設、例えばアメニティプラザとか新井体育館、これまでは原則湖西市民のみという形で、開放させていただいておりましたけれども、6月の22日来週からですね、基本的にはここをどなたでも利用いただけるというふうにする予定です。また2番目にある通り、学校体育施設もこれはまだ部活動の対外試合等が解禁されていなかったので、現時点では体育館の使用等はですね、学校授業では行っているんですけれども、例えば放課後とか夜に地域の方がバレーボールをやったりとか、そういうものは今ご遠慮いただいてますけれども、7月1日からこれも利用を再開するという方向で今調整会議等を進めてますので、こういった極力日常生活かつ活動にですね、戻っていきたいというふうに考えております。僕の方からはすいません、ちょっと長くなりましたが以上です。説明の方は終わりました。質問があればお願いいたします。はい、じゃあどうぞ。はい、そのプレミアム商品券の確認したいんですが、はい、まずこの時期に実施される理由はやはり10万円の定額給付金に合わせてっていうことだったんでしょうか。時期ですか。はい、そうですね、定額給付金もどの時点で給付できるかというのはなかなか難しかったので、ずっと前から商工会さんなどと打ち合わせをしてまして、やはり10万円の定額給付金も極力市内で消費していただきたいというのはもちろんですね。ただやっぱりゴールデンウィーク期間中だとか、本当に3、4、5月ぐらいに非常に消費がですね、外出自粛等々の影響で飲食店さんだとかさまざまなサービス業さんでも非常にそこは売上が減っているというお声も聞いてますので、これからやはりその回復に向けての夏の例えばお中元の時だとか、ちょっと遅くなっちゃうかもしれませんけれども、今度はもっと年末年始に向けても使えるようにということで調整を重ねてきて、なんとか準備して8月9月ぐらいからですね、申請と利用ができるようにということで準備をさせていただいてます。近隣市町もいろいろプレミアム商品券の発表もされてますけど、30% とか 50% のプレミアム率が多かったかなと思うんですが、湖西市は 100% ってことですよね、2000円分なので。一般枠は 100% で、多分子育て枠は 100% 以上っていうのがだと思いますけれども、はい。それだけのこうプレミアム率にした理由をちょっとお聞かせいただきたいんですが。ここはそれぞれ様々な意見があったり、おっしゃる通り、田島町の様々なプレミアム率であろうかと思いますけれども、やはり、もうまずは消費、市内でのこれ市内での利用になりますので、市内での消費を喚起したいというのがまず第一で、そのためにはやはり多くの方にご利用いただきたい、そのためにはプレミアム率をですね、少しでも高くしようというのと、子育て世帯がやはり多くって、これは子育て世代の方々からもやっぱり非常にそこはこういった子育て支援を湖西市が充実するっていう中で得出ししてこういったものはないですかというのは前からもご要望がありましたので、さらに上乗せという形で子育て世代の方々にはプレミアム率を優遇させていただくという両方であって、これはもちろんもっと大きければ方がいいっていうのはあると思うんですけど、そこは例えばこれまでのどれぐらいのプレミアム率でどれぐらいの利用があったかとか、もちろん予算の関係もありますけれども、極力市内の消費喚起のためにインパクトのあるようなということで、考えていただきました。その全部で1万セットになるというと、はい、今現在の市内の世帯が2万5千弱とかです。そうですね、はい、行き渡らない人も結構たくさんいると思うんですが、その販売に関しては所得制限とかせても設けないでしょうか。
所得水準は関係なくですね、さっき申し上げた通り、まずは一般と子育て世帯を分けるというところになっていますけれども、過去にいろんな何でしたっけ、地域振興券とか、去年もプレミアム商品券って消費税かなんかの時にやったと思うんですけれども、その時の利用率っていうか申し込み率から2万4000分の1万ぐらいとかですね、今弾いていただきましたんで、でも今おっしゃった通り、そのプレミアム率が当時よりはこれすごくいいと思うので、そこは申し込み、まずは申し込んでいただいてっていうことになってますので、申し込みが多い場合には追加で、例えばまあ補正予算だとか、それも考えながらですね、1万セットでも早いもん勝ちですよということにはならないようにしたいと思っていますし、まあそういった例えば受付が密にならないような形で、受け渡し方法も考えたいというふうに思っています。まずは申し込みなんで、まずは申し込んで、どなたが購入するか、まあ、1万なのか、もっとあるのか分かりませんけれども、まあ、1万なら1万という方は、まず申し込まれる方を確定するということで、そこから市役所、もしくは商工会の窓口で、購入とか引き換えということになるかと思いますので、そこをですね、時間帯をずらすのか、日にちを長く設けるのか、もう基本的に申し込みがあって、予約をされた方への販売ということになるかと思いますので、そこら辺を工夫したいなというふうに思っています。その、早い者勝ちにならないようにというと、事前に申し込んでからその人たちに後で販売するというちょっと時間差ができてくるということなんですね。はい。その予約はいつから始まるんですか。申し込み、申し込みはいつから始まる。申し込みがこのあれか、8月そうし、うん、もう少し 早められたらとは思ってますけれども、はい、なるべくそこは十分な周知期間と申し込み期間を設けたいなというふうに思っています。市役所か商工会で販売するってことになるんですか。販売は去年そうだと思います。はい、分かりました。ありがとうございます。はい、どうぞ。すいません、今のプレミアム商品券に関してなんですけど、はい、先ほど市長がおっしゃった市内に本社がある枠と市外に本社があっても使える枠っていうのは、これは具体的にそれぞれどの程度かっていうのはまだこれから進めて、どれがいいかっていうのは非常にこれも議論があるのかもしれないし、どれが正解かって多分ないと思うので、全部が全部市内の本社の、個人商店さんだけですよっていうわけにはいかないか、現実的に京林堂さんとかも、ここは煙鉄荘さんとかもあるわけですから、そこは半々にするのか、ややそこは商工会さんと詰めていくんだなと思ってますけど、ざっくり言うと大体半々ぐらいが基準かなとは思ってます。それが決まって、あとは申請受付と利用期間 その期間も決めたものをまた改めてその時には発表、そうですね、発表してこう募集をするという形で考えています。あとすみません、はい、一番の避難所に関してなんですけど、はい、これ実際にその避難所の方に購入して避難所の方に配備されるっていうのはいつ頃になるでしょう。大体補正予算が明日なので通ったという過程ですけれども、大体一月ぐらいかなというふうに聞いてますので、来月ぐらいには少なくとも台風シーズンだとかそこには間に合うような形で各避難所にはですね、備蓄というか準備したいと思っています。ありがとうございます。はい、どうぞ。郵便です。はい、避難所における感染予防対策なんですけれども、はい、大災害が起きてこう避難所に避難したと、はい、そういう時に仮にその感染の疑いのある人とか、はい、それから濃厚接触者とか出た場合に、なんかどうやって分けるかという基本的な考え方はあるんですか。ちょうどこれも国とか県とかからガイドラインも示されるというふうには聞いてますけれども、現時点ではですね、やはり今の避難所の中でまずこういったそもそもの予防もしなきゃいけないですし、これ体温が高いだとか疑いがあるっていう方は避難されてきた中でも分けないといけないと思ってますので、例えば学校の避難所であれば教室の方にそういった方は体育館ではなくてですね、普通教室に行っていただくとか、そこは一般の方とのですね場所を分けるということは今考えていただいているところです。そういう人たちのために例えば予備の避難所を設置するとかいうようなことは検討はあるんですか。これは災害にもよりますけれども、非常に
まだそこまでは追いついてないのが現状ですので、いわゆる今だったら学校が避難所になっているところが多いものですから、一般の方は体育館で、そこにまあこういった段ボールを置きますけれども、そうでない方、またあとはいわゆるもともと考えている要配慮者ですね、高齢の方だとか障害のある方だとか、あの妊婦さんだとか、そういった方々もいらっしゃいますので、それと同じようにあの個別の教室でですね、対応ができるか、どこまで対応できるかということを今検討をいただいています。はい、どうぞ。朝日テレビですが、はい、子歳児の場合、給付金ですけど、振り込んで給付できない方に対してはどういうふうな対応を取るかって思います。あ、10万円の方のお話ですね。振り込み で給付できない方、要するに口座を持ってない方、そういった方に対してはどういうふうに対応するのかっていうのは、はい、どうだろう、今のところそれを聞いたことないですよ。なんか担当からありますか。現金給付がありましたので、その実績だと意見ございます。あ、そうですよ。どういうふうに、窓口に来ていただいて、本人が来て、はい、ということで本人確認させてもらって、でそこで現金でお知らせします。そういった場合、本人が取れない方って何かもしれないですか。やはりですね、原則やっぱりその本人確認でどうしてもしたいものですから、そのあたりについてはご本人さんでお願いすると、はい、もしなければ口座を作っていただくと、そういう形でちょっとお願いをこう、する形になると思います。今回についてはとりあえず本人さんが来られたそのあとはまだあるかどうかを、そうです、今のところ本当にないですね、一件だけで、はい、終わります。はい、どうぞ。NHK なんですけど、はい、この1番とこの3番、感染症対策の備品の400万円と、はいはい、あとプレミアム商品券の7000万円は、はい、追加で補正予算計上。あ、したですね。はい、ごめんなさい。2番はもうすでに出されてるんです。いえ、すいません。説明が僕がしてなかったんですいません。2番は水道基本料金の免除って、その補正予算で、支出しますじゃなくって、水道料金が入ってこないっていう方なので、結果的にいくら入ってこないかっていうのは現時点で確定できないんですよね。さっき言った丸一番の全市民っていうか全使用者っていうのはもう我々がもうすぐ分かるんですけれども、2番目の方はそこから4ヶ月延長する事業者の方、これは製造業だったり飲食店だったり事業を営んでいる方全部ですけれども、そこからの申請方式になるので、どれぐらいの方が申請されるかっていうのは、すみません、ここに書いてあると一応申し込み期間を7月の1日から8月末までの2ヶ月間で申し込んでいただく予定でおりますので、この申し込み者数と金額が確定するのは多分早ければ12月議会だし、遅くとも3月議会には補正予算で確定して金額を確定した上で出したいと思ってます。この丸2番の、はい、事業者向けっていうのは、これは湖西市に本社があるとかないとか、はい、そういうことは関係なく、あ、そうです、湖西市で契約されている方であれば、そうですね、はい、もうそれは様々だと思いますので、はい、あとはその、こういったらですけど、湖西市の水道じゃなくって井戸水だとか、そういうのを使っていらっしゃる事業者とかもいらっしゃると聞いてますので、そこはどれぐらい来るかっていうのはまだこれから確定だというふうに思ってます。あと基本的なことです、はい、今回のこの、そうすると7000万円と400万円の合わせて7400万円は補正予算で、はい、明日最終日ですけど、はい、明日の議会で、採決、はい、採択するということで、はい、これは追加っていう位置づけになるんですか、追加の補正予算。明日は追加の補正予算ですね。はい、そうです。今おっしゃった2つは。はい。はい、ご質問はございますでしょうか。いいですか。はい、どうぞ。市政一般で。はい、市政一般、はい。毎日の複雑が。このコロナの時にね、はい、例えば熱海市長とかは、はい、今は静岡に来ないでキャンペーンみたいなことをやっていたんですけども、はい、小田原と熱海はもう私一体と思ってますし、はい、ここの湖西で言えば、はい、豊橋とは一体だと思うんですよ。おっしゃる通りです。この今は静岡に来ないでキャンペーンについて、何か市長思うことがあったら、お聞かせください。やはりこれは何でしょうかね、県としてっていうか、その取り組みとしてはですね、もちろんその感染拡大防止という意味では、人の移動を抑えるという意味では効果もあろうかと思います。ただ今おっしゃったように、熱海がどういったかはちょっとすいませんけれども、
湖西市と豊橋市っていうのはお仕事だったり買い物だったりで生活圏として移動は避けられないというふうに思ってますので、まあなかなか今のフェーズとこの前のその外出自粛要請とか休業要請している頃とは違いますけれども、やはり不要不急の外出は控えていただくとか、その中でもお仕事があったりとか買い物に出なきゃいけない時もあるでしょうから、そこは当然今のこの現時点であればやはり感染予防対策とかそこはしっかりしてお出かけくださいというようなフェーズごとに呼びかけ方は違ってくるんじゃないかというふうに思ってます。ありがとうございました。他はご質問よろしいでしょうか。それでは以上で記者会見の方を終了いたします。詳細な確認が必要な場合は後ほど担当部署に確認をお願いいたします。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。